またやらかしてしまいました。書き付けに寄ってみます。古道夜作阿弥陀堂願。表千家十三代即中祭の顔があります。はい、戻りましたが、これの何が悪いと思いますか？キャドやっている方、釜に詳しい方であればね、もうお分かりかと思いますが、この釜ですね、阿弥陀堂釜ではないですね。丸釜でしょうね。これヤフオクで4万円で買ったんですけども、日曜日のオークションでね、他にもいろいろ買いたいものがあったんでね、即中祭の書き付けが全く大丈夫なものだとね判断したんで、そこ一点重視して他のところねあまり見ずにね買っちゃったんですよね。4万円スタートのオークションだったんですけども、安いと思うんですよね。本格オークションに回せば10万円くらいの相場はあるようなものだと思いましたからね。他の人を入札しないで私一人のね入札で落札できればいいななんて思ってたんですけど、届いてね、釜の内側がね新しいんですよね。それでまずおやと思ったんですけども、書き付けにね、古道夜作とありますね。古道夜は西村家2代西村道夜のことで、生没年は不明なんですが、時代は表千家4代庚申宗佐の頃と言われております。庚申宗佐の頃というのは1613年から1672年です。そうするとね、だいたい400年の月日を経た釜だということになるんですよね。それを考えるとね、釜の内側が綺麗すぎたんですよね。ちょっと見てみましょうか。あまり見えにくいかなとは思うんですけどね。あ、見えますね。結構綺麗でしょう。サビもね大してなくて、これはね相当新しいですね。昭和時代のものじゃないでしょうかね。それで阿弥陀堂釜まで合ってんのかななんて思ったんですよね。阿弥陀堂釜と文言を入れてググってみました。そしたらね、全然違ってましたね、形。今画像差し込みますけども、これね、一番の特徴としては栗口といってね、少し高くなっていて外にね広がっていて、その中に蓋が収まるような形になってるんですね。肩の張り具合も全く違ってます。これヤフオクでね返品できるかなと思いますよね。頑張ればできると思うんですけども、一応ねその出品者の商品説明にはね、次のようなことが書いてあります。真贋のほどは一切保証できません。名称や読みの間違い、中身と箱の入れ違いもあります。上記のような理由で落札者様のご都合による返品はお受けしておりません。たまに名称のものではない、名称とは違うものだと連絡をいただきますが、そのような理由での返品は一切受け付けておりません。お写真をご覧になり、ご入札はくれぐれも慎重にお願いいたします。こういう風にね、商品説明文にね一部赤い文字も使ってね記されているんですね。だからこの出品者にとってはね、私のような落札者が品物届いて、おいおい箱の空きと品物違うよというのはね、完全なる想定内だったんですね。それでもね返品要求する人もいると思うんですけども、もうね鉄筋覚悟でやるんでしょうが、私はね茶道具たくさん扱っているものですから、これはね私のミスとして品物を受け取ることにいたします。またもやね自爆してしまったということですね。本格オークションでねまあまあ利益を出してもね、こういうものでねマイナス4万円の赤字を出してしまうとね、ほとんどね相殺されちゃうんですよね。本格オークションで1万円2万円利益出して嬉しいと思いますけどね、これで4万円のマイナスですからね、ガクッときますね。やはりねもう少し慎重に買うべきなんですよね。今ねヤフオクの画面でズームもできるんで、即中祭の書き付けの方はズームしてみてね、まあこれは大丈夫だなんて確信持てましたけども、そこでねもう検証がストップしてしまいましたね。この釜阿弥陀堂釜かなまではね思いが及びませんでした。またまたね失敗してしまいましたけど、この経験を生かしてね、
次は失敗しないぞと今思っているところです。皆様の骨董収集や骨董売買の一助になればよいと思っております。それではこの動画はこれで失礼いたします。